本日の音声をお送りします。えー、前回ですね、え売り上げっていうのは、商品力と媒体力と、え販売力の掛け算でできるというお話をしました。えー、これは商品力かける、媒体力かける、販売力と言い換えてもいいんで、どれかがゼロだと売り上げはゼロなんですよ。で、一個ずつ噛み砕いて今日はお話し,します。まず商品力なんですけども、商品の、その個体の魅力もそうなんですけども、まずはですね、商品をたくさん知ってますかってことです。あなたが、 知っている商品、扱っていける商品が10個ぐらいでちゃんと売り上げが立てれればいいんですよ。その中で魅力のある商品が見つければいいんですけども、そうではないと思うんですよ。時期にもよって、えー、売れたり売れなかったりするものもあるでしょうし、えー、そこのマーケットにいる人によっては必要なもの、必要でないものって組み合わせもあるんで、商品は多ければ多いほどいいです。 一万商品ぐらい知っとけば、人に会った時にとりあえず何か進めるものは見つかってきますので、まず商品の数を増やしていきましょうということですよね。で、二つ目はですね、えー、媒体力なんですけども、これはあなたが自分の商品を進めれる人が何人いるかということになってきます。あの、やっぱりね、媒体力、要するに、あなたが、しょ、あの、これいい商品でしょって進めれる人が、300人とかじゃあですね、 それで売れればいいんですけども、300人の中で欲しがる人が見つかんない可能性があるんですよ。見つかんない。となると、やっぱりパイを広く取っていかなくてはなりません。インターネットが有利なのは、これが300人ではなくて3000人とか3万人とか30万人ってものに対してセールスすることができるからなんですよ。ですので、あなたが毎日毎日ブログを2000人の人が見に来るようなものに育って,ていれば、そこに1日紹介するだけで2000人に対してセールスが効くんですよね。 で2万人だったらその10倍です。だから売り上げが取れるんですよ。でもあなたの書いてるブログが1日に100人とかです、ね、500人ぐらいしか来てないようでしたら、それはもう売れませんね。それは売れないんですよ。ですから、媒体力をつけていきましょうということになってきます。最後は 販売力になってきます。これは、せっかく商品はいい、媒体は育っているのに、あなたの気合が、これがとってもあなたに役立つんですよっていう風なね、提案が弱ければ、それはやっぱり手に取られないってことなんですよ。似たような商品は山ほどありますんで、お客さんは選択することができるんですよ。無数の商品の中で、あなた以外のものを買う自由もあるんですよ。ということは、あなたがどのように進めていくかっていう販売力を高めていかなければ、媒体をいくら持っても、商品をいくら持っても、 たたまままでしか売れなくなくってきます。この3つの要素をしっかりと自分は今まで持ってきたかなとか考えてきたかなというふうに振り返ってみてくださいもしないようでしたらすぐに取り掛かってください、えー、私ができることっていうのは、えー、こちらでこういう骨組みをお伝えしてその材料をたくさん提供することですけどもそれを増幅させるのはもちろんあなた自身のあやり方になってきます有田自身の気合になってきます、えー、よろしかったでしょうか